田中将大の24勝0敗 1S 防御率 1.27 を振り返る。あのシーズンはマジで伝説やろ。24勝無敗って文字だけでエグすぎる。当時の楽天ファンが羨ましいわ。防御率 1.27 もすごいけど、無敗っていうのが異次元すぎ。プレッシャーとかどうやって耐えたんや。いや、マー君は当時の打線の援護にも助けられてた感あるやろ。もちろん実力は認めるけど、それでも無敗って普通に無理やろ。打線が助けてくれても自分が打たれたら負けるんやで。シーズン通して QS 率ほぼ 100% やったからな。あの安定感は今でも真似できんやろ。日本で無双してた山本由伸ですらシーズン無敗は無理なんだから、今後出てくることないアンタッチャブルレコードよ。最後の日本シリーズ第7戦が最高すぎた。マーの登場曲聞いた瞬間鳥肌立ったもん。最後まで絶対負けないっていう執念が伝わってきたわ。数字だけ見るとやばいけど、実際に見てた人しかわからん圧倒的な雰囲気があったよな。パリーグの打者陣も当時すごかったのに、それをねじ伏せるマー君は化け物やった。ただの運じゃ24勝無敗はできんよな。あの精神力と調整力がやばすぎた。でもメジャー行ってからのマー君は24勝無敗ほどのインパクトはなかったよな。まあそれでも通用してたけど、肘の怪我が全てよ。結果的に今それがマイナスに働いてるわけやし。それでもマー君は間違いなく平成最高のピッチャーやと思う。異論あるか。